ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さーて、今回も興味深い生物の情報をお届けするぜ。今日の題材はこちらね。異質すぎる姿、生き物に見えない生物6選。異質な姿、もうどう考えてもヤバい姿の生物が出てくるじゃないの。ふふ、そうだな。今日は素晴らしい姿の子たちを紹介するつもりだぜ。世の中には様々な姿の生物がいるわけだが、中にはパッと見では生き物とは思えない奇妙な姿の生物も数多くいるんだ。今日はそんな生き物に見えない異質な子たちを紹介するぜ。ほんと、嬉しそうに言わねえあんた。では、早速始めていくぜ。まずはこちらだ。最初はこの子、コトクラゲを紹介するぜ。この子はコトクラゲ科の海産動物であり、いわゆるクシクラゲの一種なんだ。体長10から14センチメートル、幅6から9センチメートルで U 字形。縦ごとに似た形をしていることからこの和名が付けられたんだぜ。縦ごと？縦ごとかしら。それよりもこれはあれよね。ウサギ耳の形じゃないの。うむ、そうだな。ウサギ耳っぽいとして話題になったこともあるぜ。やっぱりそうよね。なんか可愛らしいわ。何の生物？ってクラゲ？これでクラゲなの？ふふ、反応が何千もするな霊夢。だがびっくりするのもわかるぜ。どう見てもこの子はクラゲではないものな。ほんとそうよ、どう見てもクラゲじゃないわ。これで泳いだりするっていうの？うんにゃ、この子は泳がないタイプの生物だぜ。また、正確に言えばこの子はクラゲではなくクシクラゲ、全く別種の生き物なんだ。石などに付着する固着性の生物であり、水流の発生や餌の接触に合わせて触手を伸ばし、甲殻類などを捕食して暮らしているんだ。へぇ、そんな生物もいるのね。でも、触手はあるのね。やっぱり毒は持っているのかしら？この子は無毒だぜ。触手は粘着性のもので獲物を絡め取って使うためだけにあるんだ。触手を使うところとかはクラゲっぽいのね。ちなみにこの子は日本特産の子だ。相模湾の50から100メートルの海底に生息していることが確認されており、それ以上の深海にも生息していると考えられているぜ。日本近海にいるためか、国内の水族館で飼育されていることも多いぜ。面白い生物だし、ちょっと見てみたいかも。後で調べてみようかしらね。では次に行くぜ。お次はこの子、コンドロクラディアリラを紹介するぜ。は。これは、何？うんうん、わかるぜ、その気持ち。初めて見たとしたら、何がなんだかわからないよな。わからんわからん。これ、本当に生き物なの？もちろんこの子は劣気とした生物、いわゆる海面動物の一種なんだぜ。海面動物？馴染みがない種類ね。簡単に言えば、スポンジ状の生き物だと考えてくれていいぜ。スポンジ状の生物ですって？みんなが使っている商品のスポンジなんかは、まさにこの海面動物をモデルにして作られているんだぜ。また、海底で捕獲した海面動物の組織を腐敗させ、残った骨格を洗い流したものが、スポンジとして店頭に並んでいる国もあるくらいだ。へぇ、まさかこんなところでトリビアを聞くとは思わなかったわ。では改めて、この子はカリフォルニア沖水深3300メートルの海底にて発見された新種の肉食の海面生物だぜ。名前のコンドロクラディアは海面動物を、リラはラテン語でハープを意味するぜ。見た目が楽器のハープやことによく似ていることから付けられたんだ。出典は見つけられなかったが、最近になっては名として縦ごと海面と名付けられたという話もあるぜ。縦ごと海面、まんま直訳って感じじゃないの。とまあ、このようにこの子は姿が奇妙すぎることで有名だ。また、海面動物としては珍しく肉食であることが判明した生き物としても有名だったりもするぜ。珍しく？普通の海面動物は違うってこと？通常の海面動物は海水中のバクテリアや有機物を体でろ過して、そこから栄養を取ると言われているんだ。だが、このコンドロクラディアリラは違う。枝分かれした獅子の先にトゲのあるフックがついていて、それを使って小さな甲殻類を引っ掛け、捕らえると薄い膜で包み込んでゆっくりと消化するというぜ。見た目が異様なだけじゃなくて、生態も異質と。こんな生物が深海の海底にいるのね。正確には3240から3450メートルの深海に生息しているぜ。またなぜこのような異様として進化したのか、という点についてだが、海流と接触する体の表面積をなるべく大きくし、獲物を捕らえやすくするために、このような枝付き触台のような特徴的な形に進化したのだろうと推測されているぜ。まさに常識とはかけ離れた異様だわ。一度でいいから、深海を探索してみたいよな。宇宙よりもずっと魅力的な世界に思えてならないぜ。私にはわからないけど、生き物が好きな人の中にはあんたみたいな人も多そうね。では次に行くぜ。お次はこの子、ギガントキプリスを紹介するぜ。この子は海ホタル目海ホタル科の深海生物だ。
ギガントキプリスは総称となっているぜ。水深900から1300メートルあたりの深海に生息しており、熱帯から極地に至るまで、世界中の外洋に偏在していると考えられているんだ。はい？何これ、本当に生物？もちろん生物だぜ。丸々としていて最高にキュートだよな。キュート？まあキャラクターっぽくて可愛いっちゃ可愛いけどさ。いくらなんでも現実離れしすぎじゃね？そこがまたいいんじゃないか。この子って一体何の生物なの？エビでもイカでもタコでもなさそうだけど。この子はいわゆる貝虫類であり、発光することで有名な海ホタルの仲間なんだ。仲間らしくこの子も発光することができるぜ。また、種によっては体長は3センチメートル以上になり、貝虫類の中では最大の生物とも言われているんだ。3センチメートルだったのか。ピンポン玉より少し小さいくらいね。ピンポン玉で言うと形も色も完全にそれっぽいわね。そういや。そうだな。丸い体と大きな目、そしてオレンジ色の殻が特徴だ。時々、オレンジがカッター化、透明の子もいるとされるぜ。体が水分を含んでいて壊れやすいため、科学研究のために収集すると損傷してしまうことがよくあると言われているほど、実はデリケートな生物だったりもするんだ。水分含有量は約 95% で、他の甲殻類で報告されている水分含有量をはるかに上回り、クラゲによく似ているとも言われているぜ。クラゲに似てるって、ますます意味不明な生物だわね。そういや、その体の中身の丸い部分、さっきの話だとこれって目なのよね？だぜだぜ。冷え。なんか光ってるんですが。これは単に撮影の光が反射しているだけだけどな。ただ、反射すること自体、この子の目が非常に特殊であることの証左となっているぜ。目が特殊？確かに体に比例してかなり大きな目だけど、見た目はおかしくはないわよね。見た目はな。だが、この子の目は放物面鏡を使用するという非常に特殊な目となっているんだぜ。なんか、全く聞いたことのない単語が出てきたわね。通常、太陽光線以下の暗闇で生活している場合、レンズを使用して光を網膜に収束させるという目を持っていることがほとんどなんだが、この子は違うんだ。この子の目は放物面鏡という、光、音、電波などのエネルギーを収集または投影するために使用される機構と同じものとなっているんだぜ。これにより、この子の目は貝虫類で知られている中で最も精巧であり、他の動物の目よりも光を集めるのが得意だと考えられているぜ。ほへい？なるほどよくわからん。つまり、目がものすごくいいってことね。それは少し違うな。目によって生成される画像の解像度は低いと考えられている。だが、その代わりにかすかな光でも捉えることが可能なんだ。ああ、それはなんか納得だわ。深海だもの、光とかを捉える方が重要ってことよね。ああ、そうだな。生物発光する獲物を見つけるために役立つとされているぜ。この子は他の貝虫、貝足類、ヤムシ、小魚を食べることが知られているんだ。魚とかを食べるって、まさかこれで肉食だっていうの？おう、だぜだぜ。マジか。口はどこかにあるんでしょうけど、そもそもどうやって捕まえるのかしら。ふむ。実は正確にどのようにして獲物を捕まえるのかは不明とされるぜ。ただ、研究によると、下顎の外側部分が球状の甲羅のスリットから伸ばすことができるらしく、つまり口を大きく開けて丸飲みすると考えられているとか。なんか想像するとモンスター感が増すわね。この子、水族館とかで見られたらかなり人気でそうだけど、そこのところはどうなの？残念ながら、この子はデリケートすぎて飼育するのがかなり難しいらしくてな、水族館では飼育されていないんだ。調べた感じどこの水族館でも展示されたことはなさそうだな。あらそうなの、ちょっと残念ね。いつか、この子を無事に地上に連れてこれるようになって、飼育できるところまで来たら直接拝めるかもな。その日が早く来ることを願うぜ。では次に行くぜ。お次はこの子、ピンポンツリースポンジを紹介するぜ。はい？これ、何？生き物？どこ？ははは、わかってるくせに。ど真ん中に生えている子が紹介したい生き物だぜ。嘘でしょ、これが生き物？この子、ピンポンツリースポンジは名前にスポンジとある通り、いわゆる海面動物の一種だぜ。これ、本当に生き物なのね。ピンポンツリースポンジ。ピンポンって、やっぱりピンポン玉のピンポン。ああ、そのピンポンだぜ。見た目通りでいい名前だろ。そうね。より無生物っぽさが出てるしぴったりだわ。こんな姿や名前でも生き物と、海面動物ってさっきも聞いたわね。だな。先ほど紹介したコンドロクラディアリラも海面動物。つまり、この子たちは仲間ってわけだ。ああ、よく考えたらこのコンドロクラディアリラも生物って感じは皆無よね。こりゃ仲間だわ。当然ではあるが、この子はコンドロクラディアリラと同じように深海に住む生物であり、モントレイ湾の海底峡谷、深海2600から3000メートルにて初めて発見されたぜ。
全長は50センチメートルほどであり、気になるピンポン部分はだいたい3から5センチメートル程度の大きさだ。手頃なサイズに可愛らしい見た目。それこそ観賞用に欲しくなるような子だろう？かわ。生き物って知らなければ、面白いオブジェとは思うかもしれないわね。ぜひ、コンドロクラビアリラと一緒に並べたいところだぜ。ちなみに、この子、ピンポンツリースポンジもコンドロクラビアリラと同じく、可愛らしい見た目に反して実は肉食の生物なんだぜ。この姿で？あ、いや、そうか、こいつはあのハープ状の生き物の仲間か。コンドロクラビアリラも肉食性の生き物って言ってたわよね。ああ、この子も同じように、その体を使って微生物を取り込んで吸収するんだ。コンドロクラビアリラがあの枝のような触手で獲物を取り込んでいたように、この子はピンポン玉のような部分を使って獲物を吸収するぜ。突起の表面は小さな骨片が多数突き出ており、マジックテープのようになっていて、一度捕らえた獲物を逃すことはない。獲物の消化方法は、他の生物のように消化液を出すわけではなく、ピンポンツリースポンジの体内に住む細菌類が捕らえた獲物に集まり、徐々に分解していくぜ。徐々に分解。なんか残酷だわ。それに、ピンポン部分で吸収とか、そこは完全に見た目を裏切らない感じね。この特殊な形状のピンポンで獲物を捕食するとか、食虫植物も真っ青な機械さだわ。これだけで満足しちゃダメだぜ霊夢。まだピンポン部分には秘密が隠されているぜ。はい、秘密？この子はまた特殊でな。より効率よく獲物を捕まえるために、そのピンポン部分を発光させて微生物をおびき寄せるんだ。こいつ、光るの？光っていない姿はこのように半透明なピンポン玉姿をしているが、光っている状況であれば、このように淡く青い光をまとってほのかに輝くぜ。はは、乾いた笑いが出るわね。造形は生き物っぽくないし、光るとかやっぱり生き物っぽくないし、小屋無生物っぽさが際立つわ。そうだろうそうだろう。あ、ちなみにもう一つおまけで生き物っぽさがなくなる情報もあってな。まだなんかあるの？海面動物は比較的生物の中では寿命が長い方でな。この子がそうかは分かっていないが、海面動物はだいたい1000から1500年は生きると言われているぜ。1500年？また、海面動物の中のガラス海綿類に至っては、推定年齢2万3000歳の個体も見つかっていて、非常に長寿な生物だと考えられているんだ。2万3000歳？完全に生き物の枠から外れてるでしょ。な、より一層無生物っぽいだろ？文句なしだわ。では次に行くぜ。お次はこの子、ピュラチレンシスを紹介するぜ。はい。まあ、あんたが見せたいものがどれのことかはわかるわよ。あんたが見せたいのって、この真ん中の灰色のやつよね。今日何回言ったかわからないけど、これ本当に生き物なの？ああ、この子も間違いなく実在の生物だぜ。嘘やろ。この子、ピュラチレンシスは南アメリカ大陸、ペルー、チリの沿岸部に生息するまぼやかの微作動物であり、いわゆるホヤの一種だぜ。独特な外見から、鋼鉄のホヤや液体岩と呼ばれることもあるんだ。液体岩？わかるわかる、どう見てもこいつ岩だわ。生物ってのが信じられない姿ね。ところでホヤってなんだっけ？どっかで聞いたことあるとは思うんだけど。ホヤは海洋生物であり、生態は海底の岩などに固着し、種によっては植物の一種とさえ誤認されるような外観を持つ生き物だぜ。例えば、この子はマボヤ。代表的なホヤの一種であり、その外見から海のパイナップルとも呼ばれているぜ。はぁ、こいつもホヤの一種？つうか、これもどう見ても生き物じゃないんだけど。そう思うのも無理はないが、ちゃんとこの子も言ってるんだぜ。しかも、この子たちは貝やイカなどの軟体動物よりも、実は人に近く、脊椎動物の原点となる原作動物と呼ばれる生物なんだぜ。植物どころか人に近い生物とか、嘘でしょ。嘘じゃないぜ、内部的にはこんな感じで、ちゃんと脳神経もあるし、心臓もあれば消化器官だってある、確固たる生物なんだ。ひえ。マジか。ってことは何？さっきのやつも同じようにちゃんと内臓とかあるっていうの？もちろんあるぜ。この岩のように見える部分は皮膿と呼ばれる、言ってしまえば外皮だな。ピュラチレンシスは硬い皮である皮膿によって全身が包まれているぜ。その皮膿に、海水や餌の入り口となる入水口と、出口となる出水口を持ち、水を吸入して微小な藻類をろ過して食べ、その後もう一方の水管から発散する。こんな具合に食事をするわけだ。ちゃんと皮膿の中には消化器官を含む内臓が入っているんだぜ。ちなみに中身はこんな感じだ。じゃあ、さらっと何見せてるのよ。いやだって内臓が気になるっていうから。気にはなったけど見せろとは言ってないわよ。ほんと勘弁して。グロすぎでしょこれ。確かにグロい姿なんだが、実はこうやって皮膿を割られた姿は日常的に見られるものだったりするんだぜ。はぁ、日常的に？どういう意味よ。ピュラチレンシスは現地では貴重な、そして人気の食材なんだぜ。これ、食べられるの？
秘能の中身の肉や内臓に液体と、すべて食べることができるぜ。栄養に関する正式なデータはないが、現地では鉄などのミネラルが多く含まれていると考えられていて、健康食材として人気を博しているようだ。また、驚くべきことに、海水の含有量の約1000万倍ものバナジウムを含んでいるんだ。しかし、なぜこんなにも大量にバナジウムを蓄積することができるのかはまだ解明されていないぜ。マジで食材なのね、これ。この赤さはどう見ても動物の内臓って感じだし、完全に見た目はゲテモノよね。見た目も賛否両論あるが、味も賛否両論ある非常に癖のあるもののようだぜ。香りや味が強く、バナジウムが多いことが起因して金属臭が強い。また、ヨウ素のようだと揶揄されることもあるぜ。ヨウ素のようって、もはや何を言いたいのかわからないわ。多分、うがい薬みたいな匂いや味がする、と言いたいんじゃないか？悪いが私にも正確なところはわからないぜ。このように非常に癖のある、いわゆる珍味なわけだが、ちゃんと料理すれば食べられないような味にはならないぜ。南米では玉ねぎを添えてパクチーとレモンで味付けし、パンに添えて食べられているぜ。この料理なら、見た目的にはトマト炒めとかにも見えるし、なんとか我慢できそうね。おっと、美味しそうに見えてもがっついちゃいけないぜ。食べるなら、ちゃんと懸念について知っておいた方がいいぞ。いや、正体知ってるし、がっつかないけど。でも、懸念って何よ。さっき言った通り、この子はバナジウムを非常に多く持つ。バナジウムは重金属であり、ピュラチレンシスを食べることの安全性について懸念があるんだ。バナジウムは1日 1.8mg 以上の容量で肝障害を引き起こす可能性があると言われているためだな。ただ、ピュラチレンシスを食べた際にどれだけのバナジウムが取り込まれることになるのかは調査されていないため、どれだけの危険性があるのかはわかっていないぜ。なので、あくまでも安全性の懸念があるだけだ。食べる場合は、そのことを頭に入れつつ、納得した上で食してくれ。そんな話あるなら、食べちゃダメでしょうよ。と言っても、現地では普通に食べられているし、健康被害の話も流れていないからな。独特な風味は人を選ぶが、パクチーのように好きな人は病みつきになるような味だとも言われているし、興味がある方は一度食べてみるのも一興だと思うぞ。ただ、鮮度が落ちやすく、また鮮度が落ちると匂いがひどくなり味も悪くなるようなので、食べるなら現地で食べるのが望ましいぜ。そうなの。私は遠慮しておくわね。では次が最後だな。最後はこの子、藤山菓子パンを紹介するぜ。何これ、円盤。見ようによっては山にも見えるわね。遠近感は置いといて、どこか山のように見えるよな。いい完成してるぜ霊夢。これまた生き物っぽさのかけらもない見かけだけど、藤山菓子パン、これが名前？一体、何者なの？この子、藤山菓子パンは菓子パン類の海洋生物だ。直径は大きくても5センチメートルほどであり、殻となっている体は意外にも脆いぜ。相模湾以南、東アフリカ、ハワイ、インド、西太平洋海域と広く分布していて、水深50メートルから600メートルと結構深いところにまで生息しているぜ。海洋生物。つまり、深海魚系か。そりゃ見た目の機械さも頷けるってものね。ただ、名前がやっぱりおかしいわね。藤山菓子パンって何？富士山、菓子パン。その通り、富士山であり、菓子パンでもある生き物だぜ。いやいや、冗談でしょ？何そのふざけた名前。ふざけているわけじゃないぞ。まず、富士山という部分については、霊夢も直感的に山っぽいと言っていた通り、見た目から来ているぜ。実はこの子は綺麗な状態であれば、こんな感じで全身が白いんだ。おお、綺麗な白に、山っぽい起伏。その白い姿も山っぽいが、体表の殻部分は傷ついたりすると体液により緑色となり、全身が緑になったりして、より一層山っぽさを見せてくれるんだ。ほへい？この姿だと、自然いっぱいの山って感じね。まさにミニチュアの山だわ。この見事な造形から、藤山という名前が付けられたようだな。そして、菓子パンの部分。そもそもの菓子パン類とは正式な名称であり、玉皮動物門ウニコウタコの枕木に属する生き物の総称なんだ。語源は霊夢が勘違いした通りの菓子パンから由来するという説もあって、理由としては見た目が菓子パンっぽいから、というものだな。例えば、この子はハスの葉菓子パンなんだが、色とかいかにも菓子パンって感じだろ？おーおー、なるほど。こいつは色とか含めて本当に菓子パンって感じね。まさか本当に菓子パンから来ていたとは。ただ、これは諸説であって、正確なところは不明だ。外国では1ドル硬貨に例えてサンドダラーなどと呼ばれているぜ。ああ、コインっぽいっていうのも理解できるわ。見た目から名付けられると、文化の違いが出て興味深いわね。なおさら菓子パン語源説が本当な気がしてくるわ。あ、ちょっと待って。こいつのこと、さっきウニコウの生き物とか言ってなかった？ああ、この子は実はウニの仲間なんだぜ。全然ウニっぽさがない。
菓子パン類のこの多くは、ボールを上下で押しつぶしたように扁平な外見だ。各表には短いトゲが密生しており、よくよく見れば、ウニの禁煙であることが伺えるぜ。このトゲは極めて短く、また強度も強くはなく、素手で触っても刺さることはない、安全ないい子なんだぜ。うわ。キモ。本当に短いトゲが張り巡らされてる。どっちかといえば、人手に近いやつかなと思ってたのに、まさかウニ側の生き物とは。ウニの仲間なだけあって、この子もトゲを利用して、非常にゆっくりだが海底を歩いて移動するぜ。また、この子含む菓子パン類の子は、砂の中に潜って微生物を食べて暮らしているぜ。他の生態に関してはまだまだ研究が進んでおらず、詳しい生態は分かっていないのが残念なところだな。姿形といい、謎の多い生物ねー。以上、今日はここまで。長時間のご視聴、ありがとうございました。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価をお願いいたします。ご視聴、ありがとうございました。